皆さん、こんにち、マーティン。大の脈を奪い、です。3歳か5歳の食育は、まあ、いろいろあるけど、3歳になれば食事のリズムを身につける、まあ、大事ですね、はい。4歳はもうマナーを身につける。そして、5歳児は自ら実践。まあ、自立ですね、はい。まあ、箸の持ち方は、まあ、いろいろあるけど、グーはダメ、三本指もダメ、クロスもダメです。はい。好ましくない下品な箸の持ち方は、踊り箸 差し橋、迷い橋、渡し橋、縦橋、叩き橋、眠り橋、握り橋、差し橋、えー、寄せ橋、これはあかんです。はい。まあ、しょ、環境としてはまあ生活リズムはもちろんだけど、興味、そして環境、感謝の気持ち、思いやりが大事です。はい。まあ、主にまあ、いろいろあるけども、 買い物とか栽培、収穫、実際の食材に触れるクッキング、手伝い、あとは紙芝居やシアター食べ物についての、あと遊びや、いろいろなどあります。まあ実際の食材を使うことといろいろ見学、まあポスター、図鑑、インターネットでも調べます。クックパッドがおすすめです。まあ要はいろいろあるけども、まあ手洗い大事ですね。手洗いうがい、ソーシャルディスタンスも確かに大事です。 包丁の持ち方も十分気をつけてお持ちください。好き嫌いあるとか、まあ、装食とかもよくある。太り気味もよくある。まあ、確かですね。はい。というわけで以上でございます。バイバーイ。